街でよく見かける乾電池で動く、招き猫です。これを乾電池を取って水と備長炭、つまり木炭だけで発電した電気で、これが動いてます。もう今日で20日間近く動いております。乾電池を抜いてるというところをお見せします。ご覧のように乾電池の場所には物はありませんで、直接つながっております。水槽の下に超薄型の乾電池があるんじゃないかと思う方もいるかもしれないので、そこをご覧に入れます。水のこぼれない範囲で、ひっくり返してみます。ご覧のように何もありません。こうやって、水を補充し続ければこれから半永久的に動き続けると思います。今現在、先ほども申し上げたように、20日間近く動き続けております。以上です。はい。